お湯で食べたのなんかちょっといまいち。違うな。砂糖が溶けちゃうんだよ。もう一回水でやってみよう。こだわるようだけど、なんか味が違うんだよね。もうちょっと入れてもいい。もっと入れてもいい。大丈夫。はい、オッケー。で、そこで、はい、砂糖。はい。砂糖、お願いします。小さじ1でもいいし、2でもいいし、1.5 もねえかな。あー、それ山盛りだから。あ、そ、今のでいい。はい、オッケー、オッケー。はい、で、よくかき混ぜる。ね。さっきね、お湯でやったらば、変なんだよ、味が。なんだろう。やっぱり、砂糖が溶けちゃうんだ。砂糖が溶けて、で、真ん中ちょっとへこまして。え？そうそうそう。そこにちょっと水。水なんだよ。ソース。もうちょっともうちょっと。まだまだ。これだ、まだまだ。まだまだ。もうちょっと。OK。もうちょっと少ないかな。はい、ですか。外側からかき混ぜるんだよ。容器につ、混ざらないように。容器に混ざらないで、容器につかないように。外側からこう固めていくんだ。そうそうそう。うん、そうすると中の方に、粉と水が固まったところができるので、そこをそっと外側から、揚げてごらん。ほらほら。うん、そうそうそう。はいはい、そこで餅ができた。はい、おばあちゃんどうぞ。はい、餅ができました。あ、スプーン、いやいやいや、これもやればいいんだ。はい、これも、はい、はい、食べてください。はい、はい、いい、はい、そのままくじつけていいから。おばあちゃん専用だから。いいよ。いかがですか。お湯でやっちゃうと砂糖が溶けちゃって、中にね、砂糖の味でっていうのがね、なくなった方がいいよね。そう。くじの中に砂糖のシュリシュリ感、ザリザリ感、残ってた方がさ、なんか、美味しいような気がするんだ。ちょっと甘かったかもしれない。一日くらい。うん。やっぱりこれだな。うん、砂糖のね、このしょりしょりっていうね、感触が残ってた方、もう少し水入れればいい。うん。の方がやっぱり美味しいと思うな。ただ光線の粉がね、上品するんだ。で、砂糖の食感がなくなるんだよ。しょりしょりっていうやつがね。これはね、こだわりだわ、ね。いいのさ。私たちが食べたものの、ね、うん。あんたもね、私ね、育てられたから。仕方がないじゃない。だからね、別な人はまた別な育て方して。同じ味になって、溶けちゃえば、均一の味になっちゃって、美味しくないんだよね。そうすると、ほら、内側に、餅みたいになっちゃって、外側に粉みたいになるでしょ？ほら。ね。そしてほら、それを、うん、それ、これ食べ過ぎてもね、すんだよ。うん。あ、きなこと似たような、そんな感じ。はい。ほら、お餅みたいになって。ほら。そうするとほら、外側に粉がまぶされて、ほらら。ね、ほら。どう、なんだ、くず餅きなこを、くず餅のきな粉をまぶしたみたいな感じなんでしょ。で、ここに香泉の香りが出るのさ。で、それを食べてみる。はい、食べてみて。あー、ダメダメ、橋渡しだから、さじ取り替えて。さじ渡しダメだよ。そうするとね、砂糖のソリソリ感残ってるじゃない。残ってない？
あの、お湯でやっちゃうと砂糖のそりそり感なくなっちゃう。あ、全然違う。でしょ？さらーって溶ける。うん。あと砂糖のそりそり感も来るし。うん。そこら辺がさ、こだわりの食べ方っていうかさ、美味しいなーって昔はね、そうやって食べたんだ。昔のこと？でもね、この食べ方知ってる人いないんだよ。だって、ほら、綺麗にまぶしてとか、お湯でやったらば、この砂糖のソリソリ感とかってさ、全然わかんないんだから。めちゃくちゃ練ってる人。うん。で、綺麗にかき混ぜればかき混ぜるほど、ほら、砂糖溶けちゃうじゃないですか。そうすると、さっき言った食感がなくなる。で、麦粉足がほら、上品すぎるじゃない。この、八体粉、俺たちが言えば、高専粉が、上品すぎるのさ。うん。だから、もうちょっと粉のパワーが強くていいんだね。あの香りと。香りがね。うん、ちょっと弱いんだ。昔食べたのも少し香りした。うん。そんな感じなんだね。おい、おい。あなたも食べてみて。そして、これを食べてね、ブーってむせるのさ。やむつないように食べてくださいね。これをストローで吸ったらむせるわ。いや、ストローで吸って食べたのさ。一銭見せ。ストローで。さーて、じゃあ最後、もう一回。はい、水かけますよ。いい？どうだ？はい。大丈夫、大丈夫。ダメな時は粉をね、足せばいいんですよ。そんなに、シビアしなくても大丈夫、大丈夫。ダバダバっていけ。外側からだよ。外側から、そうそう、ピュースカサっていっていいから。そんなに細かくしなくてもいいから。そんなにデリックってなもの、食い物じゃねえから。ほら、ほら。自分が一番デリックそんなこと言わないでくださいよ、これ。ほら、それで OK だ。そしたら、粉、周りに粉ができるでしょ？ね。これが美味しいんだよ。ほら、ほら、ほら。ストックズ、もちだが、ね、きなこは。きなこ餅みたいな感じなんじゃない？くずあんの？ああ。で、そこで、ブブッて入れるのさ。これ、水食べて。ほんと、お砂糖のスリスリ感が残って。さらっと溶けて、それがいいね。口の中にペタペタ。美味しいでしょ？ね。これが、食べるやつなんで。な、綺麗に練って、で、均一に練るような食べ方をすると、美味しさがなくなるので、ネタネタになって、味が均一になって、お湯で練っちゃったらダメさ。で、最後、ここら辺を、整理するときに、ブフっていくから、ダメだよ、気をつけなきゃダメだよって、お前ブフ役やれ。粉出た。え？粉出た。うん。口を閉じるときに。ね、これが、高専粉を昔から食べてる食べ方。美味しいと俺は思う。やっぱり美味しい。もう少し粗い方がいいな。うん。高専が、粉がちょっと違うかな。粉が違う。うん。昔の食べ方と違う。ちょっと違うけど。お上品だ。うん、上品すぎるかな。今度、岩手県の高専粉を手に入れて、ご紹介してみますんでね。高専粉の食べ方。でした。あれ食べてなかったってことですか？え？あ、そうちゃん。右端を押さえてるからや。